発酵性食物繊維アラビノキシラン。アラビノキシランは小麦の外皮部分に多く含まれるため、小麦全粒粉や小麦ブランに含まれています。アラビノキシランは水溶性食物繊維ですが、不溶性食物繊維に包まれているため、大腸の奥まで届き、善玉菌であるビフィズス菌や酪酸菌などの餌になります。発酵から生まれる短鎖脂肪酸。発酵性食物繊維のすごいところは、善玉菌の餌となって発酵し、善玉菌の増殖をサポートするだけでなく、善玉菌に短鎖脂肪酸を作らせるところです。短鎖脂肪酸には大腸内を弱酸性に保つことで、悪玉菌が増えづらい環境にする働きがあります。また大腸の奥まで届く発酵性食物繊維であるアラビノキシランやレジスタントスターチは、そこに住む酪酸菌の餌になり、酪酸菌は短鎖脂肪酸の一つである酪酸を作り出します。酪酸は大腸の粘膜を強くし、腸管のバリア機能を高めます。また大腸のエネルギー源にもなり、腸自体の健康にも役立ちます。